臨天バイエルン。岡崎臨天がラジオで行うギター初心者のためのギターワンポイントレッスンです。今月のお題はこれ、赤鼻のトナカイを弾こう。その4週目、そして最終回です。チューニングはスタンダード、そしてカップは2フレットでお届けしております、赤鼻のトナカイですね。前回は、B パートですね、そこが終わってまた A パートに戻る、そんなところまで解説しました。ちょっとその B パートの後半からなぞってみたいと思います。ここまで、やりました、この最後の B7 の時のこの音ですね、最後の音の処理、6弦の7フレットをビブラートするもよし、そして、グリスダウンするもよしですね、でいくのもいいですし、ちょっとビブラートをかけてやるのもいい。ただし次の、フォームが、3弦から5弦の6フレット7フレットですね、3弦6、4弦6、そして5弦の7フレット、こういうポジションですので、グリスダウンした後にまた元に戻るっていうのも大変かもしれません、それを考えると多少のビブラートの方がまたどちらかというとおすすめかもしれません。そして、A パートに戻ります、譜面上では、ですね、あのフィンガースタイルで弾くソロギター名曲集の譜面上では、ここは C パートとなっております。同じことの繰り返しですね。そして、ここは日本語の歌詞に合わせてます。そしてまた B パートに戻ってここを繰り返すわけですけど、繰り返した後のまたその部分をやってみたいと思います。その次にもう一度、これはですね、コードは B ですけどメロディーの関係で、2フレット制覇に、3弦目の4フレット、4弦目の4フレット、ここだけ押さえております。2弦目は押さえられていません。押さえ替えもありません。エンディングに入ります。ここからはちょっと、違う曲をちょっとくっつけてですね、エンディングにしております。ここはですね、難しいところはないですね。ベース音はずっと6弦4弦がほとんどベースをずっとコンスタントに弾いておりますね。5弦目になります。その次の、コード A はローコードではあるんですけど、人差し指で2弦から4弦の2フレットを制覇してください。そしてベース音をと動かします、この場合に、6弦の2フレットは親指で押さえるといいですね。そして次の B も2弦から4弦の4フレット、今度は小指で制覇するとベストです、ね、これがきついという方は小指、薬指、中指で2弦から4弦をそれぞれバラバラに押さえるのも構いません。そしてエンディングに入ります。さあ、ここのエンディング、メロディー単音のフレーズが続きますが、ここで注意事項ですね。右手の、指使い、これ同じ指が重ならないように、交互に動くようにしてください。まあ親指と人差し指で交互というのがまあ理想的ですね、もしかして、その四分音符の場合は次の音も、同じ指でっていうことは可能なんですけど、8分の場合はこれ重なるとテンポがちょっとでも速くなると追いつかなくなる可能性があります、もう一つのポイントは右手親指が弾く音、つまりリズムの頭に来るように親指を使います。
このように親指をリズムの頭にくるとかなりテンポが速いというか、走ってもリズムをキープする、あるいはフレーズをキープすることがかなり容易になってきます。逆に言えば同じ指が重なると、これはリズムをキープすることが難しくなってきます、ここは一つ念を入れて注意して、練習していただければと思います。後ほどまた、デモ演奏をお届けします。今日の臨天バイエルいかがだったでしょうか。このコーナーでは皆さんからのギターレッスンにおける悩み、ご相談、あるいはギターに関するご質問、何でも受け付けますので、どしどしお寄せください。ご質問は番組ブログよりお送りください。番組ブログは検索サイトよりアコースティックウィンドウと入力すればすぐに見つかります。またこのコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますのでね、ぜひ皆さんの、ギターの向上にお役立ていただければと思います。以上、リンテンバイエルのコーナーでした。